どうも、たまんざべです。折の晩酌ご視聴いただきましてありがとうございます。というわけで皆様、グラスの準備はよろしいでしょうか。3連勝に乾杯。ありがとうございます。いやね、今日はね、私お笑いの方でね、ちょっと仕事がありましたんで、楽屋でね、合間合間にこうライブ配信を見ながらという形になってましてね、細かいところはちょっと見れてないんですけど、今日実はね、でも見るたび見るたびね、オリックスの今日得点シーンでしたよ。本当にもう打ちも打ったり 7得点つうことでね、もういやー気持ちいいですね、今日はね。3連勝ですよ。いやーねー。というわけで今日は、7月7日、七夕でございますね。7対1でオリックス勝利ね。織姫様が白星様に出会いましたよ。よかったですね、めでたしですね。いや、3連勝っていうことでね、今日はなんて言ってもこの人じゃないですか、アルバース大先生ね。もう大先生と言わず、もう大名誉教授ですよ。もうこれは本当に素晴らしいですよ。本当初勝利ですよね。いいピッチングずっとしてたんですけどね、今年はやっとね、白星様に出会いましたよ、アルバース様が。いや今日はね、なんて言っても7回無失点ですけども、それ以上にやっぱ無四球っていうのがね、いいんじゃないですかね。やっぱりね、テンポ出ますわ、やっぱね。そらもうそら打つわ、みんな。もうアルバース先生がね、もうええピッチングしてくれたから、今日みんな打ってくれましたよ。もうね、特にこのね、吉田正尚さんがね、もう4の4ですよ。もうパパになって大暴れよ。もうすごいね、7打席連続安打ですか。もうね、もう金子からもね、パシンとこう気持ちいいの一発ぶちかましてましたよ。ねえ、もうできれば金子じゃ なかった方がね、よかったけども、しゃあない、敵になったんやからね。そこはね、もう金子さんももうね、ちょっともう我慢してもらわんと、もう正隆さんなんやから。いや、しかしパパっていうのはあれですかね、こうやっぱ気合入るんですかね。私事ですけどもね、私もね、何年か前にね、息子が生まれましてね、その時はね、もう忘れもしませんよね。オリックス対ソフトバンク戦でしたね。ホットモットフィールドのね、試合でしたけども、妻のね、こう陣痛が来ましてね、私ももうオリックス対ソフトバンク戦の方も気になりましたんで、妻も気にかけながらね、一球速報も見ながらというね、形でこう応援させてもらったんですけどもね、それがね、後にバレましてね、大目玉食らいましたけども、でもね、このその日ね、中村一成がね、グリーンスタジアムでね、ホットモットフィールドね、サヨナラヒット打った日ですよ。その20分後ぐらいにね、うちの第一子もね、こう生まれたわけですけどもね、もういろんなね、もう喜びがもう入り混じって、もう最高の一日でしたよ、その日はね。ちょっとね、その子供が生まれる20分前ぐらいにちょっと私、ガッツポーズしてしまったもんで、それバレたわけですけどもね、あんた何してたんっていうことでね。でもね、正隆さんに気をつけていただきたいのはね、やっぱね、子供が生まれるということはね、嫁が驚変するということですからね。子供できたらもう女は変わりますからね、もう恐ろしい生き物になりますからね、本当ね、それは今日は気をつけていただきたいと。正隆さんの奥さんは大丈夫なのかな、わかりません。そんな話はもうどうでもいいですよ、ね。とにかくね、私が言いたいのは、これ4つ目ですよ。オリックスちょっと強ない。いやー、ちょっとね、こんなことね、私、口に出していいかわかりませんけども、
まあ、口に出すのちょっとまあ怖いですけどもね、優勝しちゃうんじゃないね、本当にこれ冗談抜きでね、まあ、あんま言わん方がいいね、オリックスの場合はね、こうあんま表沙汰にするとね、よくないんだけども、密かに思っとくぐらいがいいんだけども、でもそれでもね、私ちょっともう言っていこうかな、今年は強いよオリックス。あの細かいミスはありますね、確かに今日もねお見合いもしてましたしね、ようわからんミスもありますけどもね、いや全員がそれなりの数字残したら、いやこれチームとしてはものすごい強い気がするのよね。あとはもう采配次第じゃないですか。もうよくわからんね、あのもう細かい野球がもう捨ててもええんじゃない、もうこんなもうこんな無理なんやから、もうこんな大味なチームはもうメンツ見たらもうわかるでしょ、もうね。もうなんか近鉄がね優勝した時みたいな、あんなノリでいいんじゃない、もうもう打ったれ打ったれですよ、もう。いや今年はほんまにね、いや強いんじゃないかな。で先発もまあいいでしょ。いや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 、あまあ優勝あるよね本当に。まあすいません、ちょっとまだ今日はね、あのまあ、あんまな中身をちゃんと見れてなかったもんでね、まああのまあ浅い感じになりましたけども、まあそれでもねオリックスが強いっていうのはね私、まあ、感じてます、今年に関しましてはね。もうオリックス歴28年の私が言うからもう間違いないですよ、これは。今年は優勝します。というわけで、折の晩酌でした。チャンネル登録よろしくお願いします。